転換はこういたらやられちゃうから、あの自分がこう自由、それだけしか考えてない、で彼感じてるってね、そう、もうそれだけ、もう同じことしか言ってないんだけど、あのあんまり気にしてるとこうやられちゃうのね。だから気にしない、こう来たら気にしないの、全然気にしてないっていうか、そういう感じで自分の姿勢が優先ね。そういう同じことしか言ってないんだけどじゃあやりましょう、どうぞ。反応としてはね、こう持たれるじゃないですか、こういうとこ持たれるとどうしてもこういうとこから動くようになってんの、あの人間ってそういう教育受けてから。だから忘れるのとっていうのは難しいんだよね。ここ忘れる、必ず持たれるとここを感じるでしょ。そうするとここに反応したくなっちゃうの。なんかやっつけて、やつ鼻切るにしたって、そういう風になっちゃうんでね。だけど気にしないっていうのは一番難しいの。気にしない、それで、あのここは気にしたいんだけど、あの感じてるの、ここ来てるの感じてるの、こう触ってるとこ感じてるの。そして自分が優先はまっすぐ、そしていい位置、こういうとこ自由、そういうことね。ここから動かすのが一番バカみたい。動きこないんだから、ギュッて持たれちゃってんだから。彼はここ持ってんの。だからもうこう動かそうったって、無理なんだよ。だから動くとこから動くの、動くところから動く。でここは気にしない練習なの。気にしない練習、みんな気にするようにできてるから、あのそういう教育受けてるからね。だから気にしないで動くとこから動かすっていう練習だから、で自分が安定してる、で感じてる、相手が来る時感じてる、感じてないとやられちゃうから、で感じてて、やつはどういうふうにしたいんだっていうのを感じてるのね。ここを通じて、触ってるとこを通じて、で、それで自分が安定が大事で、自由に動けるっていうのは大事、そういうことを考えてやらないと健康にならないから、健康にならない。あ、こういうところこうやってやられちゃうんだよね。やられちゃうんだよ。だからやられないんだよ。やられない、やられない。で自分が自由なの。自由で上やろう。上まっすぐね。で手が離れてるとすごく弱い。中心に近い方が強い。あ、自分の中心に近い、顔に近いとか背骨に近いとかね、近い方が強いの。だからあんまり手を出していかない、出していくと弱いから、なるべくそういうで自由に使う、そういう形ね。じゃあやりましょう。持たれちゃうからね、こういうとこ神経いっちゃうの。神経、自分の神経っていうか、僕の神経っていうか、僕はここに持たれちゃったっていうふうに思うんじゃない。それ忘れる練習だから、練習って稽古だから、これ忘れないダメ。忘れてこういうふうにやられちゃってもいいの。あの やられちゃって本当は良くないんだけど、で死にたいじゃなくて生きてるの。僕の手は生きてる。で生きてるからこういうふうにほら入って、で体重使えるじゃない。こうやって近いと体重使えるの。でも遠いと使えないんだよ。でも近いから使えるの。ほら使えるのね。近いから使えるので、そういうことを練習して、あんまりここを意識してこうやってやらないで、こうやってやって、こうやってなんか やろうじゃないですか。で生きてるの、これ生きてる。そしてこういうふうに近い、ちょっと下行くからね。あ、まず近くまで持ってこないといかないの。離れてたらいかない、いかないんだよ。体重を使いたいから、ここに自分の全体重を持ってくるの。こう足自由じゃん。ここは動かないとこじゃん。でここはどうする。じゃあ自分が入ってきて、こうやってそうすると落ちるから、落ちる。近くて中心に近い。離れてたらいかないよ。離れたらいかない。でも中心に近いから、近い。両手僕は押さえてんだけど、まあそういう話ね。そういうあの
遠くじゃない近く、体側に近い、それから背骨に近いとかいろいろで、遠く離れてお腹がすごく出ちゃってるんだったら少し傾いてもいいけどね、あのだが痩せてた方がいいっていうのお腹引っ込めて、お腹引っ込めて、こういうね、そういう感じね。じゃあ下やってみましょうか。体重を使いたいんじゃないってことは、筋肉筋量が邪魔なの。筋力でこうやってやってったら体重使えないの。ほらこんな使えないの。体重を使いたいってのはこういうとこ、こういうところになるべく近いの。鉄棒と同じ、鉄棒と、鉄棒でこういうふうにやって離れてたら、棒と鉄棒と離れてたら逆上がりできないんだよね。こういうふうにやってんだね。だから体重支えれるんだよね、この力でね、近いから。お腹出てもこうやってやれば多分支えれるの。でも みんなやってるのは筋肉でやろうとして、 やろうとしたら体重使えないから、こっほら筋使え、体重使えて、体重使うには自分がこの手を自分の中に入れて、自分の背骨の中に入れて、背骨になるべく近くにしといて、そしてこう上げてんだけどね、この反発してる、この上げてる手ね、上げてる手に反発してこういうふうに落としてんの。ここは動いてないの。だからここの関係動いてないの。ここは同じなの。ここの関係こうやって動かしちゃうとダメなの。体重使えないの。体重使うためにはここをこうやってやってさ、こうやって持ってさ、こうやって持ってさ、で筋肉使わないで体重だけ使ってんの。体重だけで、ここは何もしてないの。ここはそういうふうにやってほしいんだよね。そういうふうにやって体、うん、練習だからね、これ練習だから、競争しない、競争し、こうやって競争したらやられちゃうんだから、だから僕は体重を使って筋肉を捨てて体重だけ使ってる、そういう形。そうすると全然力いらないよね、そういう形なのね。そこを掴んでほしいんだけどな。まあまあしょうがない、しょうがない、しょうがない。さあ今度はね、こうやって足自由にするの。足今度自由にすると、この足、手はここにあるのね。これをこうやって上げていってるんじゃない。こうやって上げてるんじゃなくて、自分がぬるりんこんってここに入っちゃったの。ぬる、こうやって上げて隙間が見えたの。隙間ここに見えたの。で、スルリンって入っちゃったの。そして落としたの。そういう風にやってほしいんだよね。こうやってやったら隙間が見えたの、ここに。でここに隙間に入ったの、隙間に、こういう風に。そういう風に やった方が、これ手でやると、この下に、下で特にこの彼がね、例えばそうだな、ここ入らせないようにして、入れないんだよね、入れないんだよね。でもやって、おお、入れるんだ。こう隙間を見つけてるから、隙間見つけてから入れないようにしても、隙間見つけてるから、ここに隙間、ほら入れるじゃん。これを競争してやって、終わっちゃって、こうやって下をこぐれないの。だから隙間だけ見て、隙間ここに入った、そしたら入れるのね。で、はい、隙間だけ見つけてるの、隙間だけで入れなかったら、もしこうやって入れなかったらね、入れなかったら、あ、やめたってチェンジしなきゃダメ。チェンジってのは乗り換えね、乗り換え。こうやってやって、そう、入りこね、普通の人は入れないから、これこうやって沈められちゃったら、はい、いくらこうやってやったって入れないの。本当は入れるんだけどね、本当は隙間見つけたらこうやって入れば、ぬるりんこんって入れるの。だけど、まあ、それで形の、ね、稽古があるから、いろんなタイプの人がいる、相手の人ね、いろんなタイプがいるから、でこうやって、ああそうだ、そしたらこう入って、こう全然、こう足は自由、足は自由、足自由、前でもいい、足自由、足自由、後ろ取るのが大事。
自分が安定してるのが大事、そして隙間でまっすぐ、それが大事。だ優先順位ってのがあるから、優先順位をだから忘れないでやってほしいってこと。形、あのね、四方投げとかやるとね、四方投げの形イメージしてるじゃん。そういう形やりたいの、みんな。でやらなくていいんだから、別にやらなくていいの。こうやって落としてもいいの、別に。優先順位は変わらないから、自分が安定してて、相手どうぞ、相手どうぞ、あちら、そしたら隙間が見えたの、そこに入ってきただけなの。だから四方投げやろうと思うと、こうやって下をこぐんなきゃいけないって、こういうふうに力入っちゃうんだよね。じゃないの、たまたまこういうふうにこうあちらどうぞって転換でやったの、でまっすぐ上げたの、そしたらこうでした。そうだけなんだから、あんまり四方投げやろうとかって考えない方がいいんですよ。だからたまたま四方投げの形になったの、だからやっただけの話だからね。そういうふうに思ってた方がいいの。思ってないと四方投げやろうかなと思って勝手に四方投げになっちゃうんだからさ、足止めないで、足止めたらできないんだよ。だから足が自由、体があちらどうぞ、で隙間ができた、でこういうふうに入った、それだけなんだから。じゃあちょっと塩投げやろうと思わないで、まあやって塩投げ。次足とか意識を自由に使うっていうのはね、そういう、そでこうやって塩投げ、こうやってきたじゃん、来て、こういろいろできるの、いろいろできるので、これ例えばね、ここに行っちゃうとこうガッチリしてて痛いの、こうやって痛いって、ね、やるの。でもここを自由にしてるの、そして捨てちゃうのと、こうなるので、ここ肩やっつけてやろうと思うと逆にやられちゃうから、こうね、足とか捨てるんだよね。だから四角が大事、四角が大事で、四角に入って、そして切れたら捨てて、で腰回す、それだけ。こうやってやったら、それいいよ、そのままだよね。いらないから、これいらない。四方投げやってきたんだけど、ああいやいや、やばい、いらないやって、いらないやって、そうに気が変わったの。そういうつもりで四方投げをやるつもりでも、途中から気が変わった。四方投げやる、ああ、でもやめたの、やめたらもう入ってきた。そういうふうにやった方がいいね。そうするといろいろ応用が効くから、いや四方投げやってんだけど、四方投げやってんだけどやめたの捨てたの。そして離れたらできないの、ボカってきちゃうのこうね。だから近いの。そして中心を回ったの、こういうふうに。ここでやってないの、ここで、昔はここでやってたんだけど、ここでやってないの、ほら、やってないの、これ使ってないので、塩投げを来た、塩投げ隙間見えた、でこう来れば塩投げでもやめて、こっち後ろで、こういうふうに入った、それだけね。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとね、こう来て、この手あるじゃん、で今四方投げと同じって言ったのね、四方投げとでやめたって言ったので、四方投げっていうのはどういうのかっていうと、ああ転換であちらどうぞ、それで隙間ができたの、それでこういうふうに入ったのね。それから種目でこういうふうに入ったの、種目でこういうふうに、そして入ったの、これは表の形で、でこうやっていずれにしてもこういうふうに入ったんだけど、で この手いらないんじゃない、この手いらないってことは、向こうへ捨ててんの、向こうへ。そうするといらなくなって、これをこっちへ返してきちゃったらダメなんだよ。だ離れちゃうし、向こうに出すことによって、自分が相手の中にこういう位置からこういう位置に入ってきたので、向こう見てんの、そしていらないの、そしてまっすぐ上げてきたの、と倒れちゃった。そういう風にやってほしいのよ。だから転換じゃない、四方投げと同じなんだから。四方投げでたまたまこういう風に入ってきたのは
ね、候補に入ってきたのをそのまま候補に捨てたの。そして候補に振り返ってきたの。だから四方投げと同じことやってんの。だから四方投げの一つの技だと思ってやった方がいいかもしれない。ね、人だからこの手が出ていかなかったら離れちゃうんだから、こっちこっち、ほらだからくっついてんだよ彼とね。そういう話だから、この脇の下をもらってるの、この足、そして入ってるの。そういうふうにやってほしいんだよね。じゃあちょっとその辺のコツじゃないけどさ、その辺考えて、もう今こういうふうにこういうふうに四角に入ってこうね捨てたので、こ見るとあちらへどうぞなんだけど、あ、手があるよね、手があるよね。こうやって捨てたんだけど、この手持ってんので、こういうふうに返ってくるとこういうふうに入る。ただ今度はやばいなって、こう捨てたんだけど、捨てないでこういうふうに持ってんの。そして足が変わる。そうそう、足が変わるだけ、足が変わってやばいなって、こう捨てたんだけど捨てなくてやめたって、そうなんていうのこうなっちゃった、こうなっちゃったの。あのね、この手やばいの、この手膝やばいの、だから四角に入ったの。それが優先だから、それをコントロールすることは非優先優先じゃないの。これをコントロールして相手をやっつけたいと思ってるんでしょ。でみんな思ってるんだけど、そういうふうに見えるので、僕がやばいなと思ってるの。やばい、この手がやばい、この膝がや当たっちゃうの、ここにいたら当たっちゃうの、腰曲げ、これ引っ張り込まれてやられちゃう。だからこういうふうにこういうふうに、そしたら足がこういうふうにしたの。ただそれだけ。だからやばいなって思ってるの。やばいなって、ああ、だから反撃もらう前に、これ待ってたら来ちゃうよ、待ってたら来ちゃうよ、来ちゃうの。だけど来ちゃう前に落としてんだ、落としてんだよ。そういうの大事なの。だからやばいのが前提だからね、やばいって。だから強い人はだから合気道なんかやっちゃダメ。あの俺は強いんだって やってないんだから、弱い、あ弱い、やばいな、やばいな、ああやばいなってこうやってんの。そういう話ね。じゃあこ足だけ違うんだけだから、じゃあ進んだ入り見投げってのは2つ、こう今みたいにあちらどうぞって、そしたら転換して自分がこういうのを追ってくるのとね、それからあやばい、あやこの手がやばいな、だからやばいってこういうふうに止めて、それからこうに入ってくるの、2つあるからね。こうやって止めてもいいのね。それからこうやって止めてもいいの。このむやみに入ってくると、この肘が来るからこうやって止めてんだけどね。まあいずれにしてもこういうこれが優先だから、これや形よくやったら時にもらっちゃったらどうしようもないの。だからやるからにはちゃんと止めてなきゃダメ。止めてるってのは足をで止めて、足が来てもいいように止めてるの。止めてって入ってるの、こう。そしてあの自分が安定してるのね、自分が安定して、それから転換してあちらへどうぞ。そしたら入れ替わってこういうふうに入ってきて、でこういうふうに上から下落とし、そういう2つの形。いずれにしても相手の反応、この手はもらっちゃったら終わりだから、こうやって近づいて、あ変な音が来て、やられちゃうんだよね。だからこういうふうに入るか、でこの手を止める、こういうふうに入って止める、この手止める。そして裏に入ってくるのと、それからやめてねってこうやるね、スワーッと足、そしてこういうふうに入ってくる、この2つ反応ね。本当は正面打ちでやるんだけどね、あのこれの方が分かりやすいからでやってんだけど、でこういうふうに入ってきたんだったらこういうふうに入ってきて、そして自分が安定してて止める、自分が安定してると、自分が安定してるのが一番大事だから、食らっちゃわないこと、それから自分が安定してる、で自由に動く。
すごいうるさいね子供はすごく楽しくていいよね大人も楽しくやりましょう大人こうね、そして後ろ入ってきて、そしてボカってボカってやるね、その2つ。じゃあやってみましょう。どうぞ。種目って話ね、種目。この手が嫌だから、嫌だから、嫌だからね、この手、この足が嫌だから、こうに入ってきた。それから、こうの手が嫌だから、こう。嫌だから、嫌だから入ってきたの。で、この手もらっちゃうから、こうやって入っていくと、入っていくときにもらっちゃうの。だから、その前に止めましょうねって、それからこういう形になって、おへそが向こう行っちゃったから、この手使えないの。だから、こういうふうに入ったの。その時に種目で入るのと両方あるの。こういうふうに入っていっちゃうと、こういうふうに入って、こういうふうに入って、こういうふうに入っていっちゃうとね、種目だと自動的にこの手ってのは自分の前にこうにあるわけ、おへその前に。だから足をついても、この後ろ足をついてもこうなってっから、こうなってっから、後ろ足をついてもこういうふうになってるの。でいつもこの手は相手の前にある、おへその前にあるってことね。でこういうふうに入っていっちゃうと、おい、いやもらっちゃって、それから入っていっちゃって、これだとどうしようもないわけ。だから種目にしてこの手を止めて、そしておへそはこういうふうに、こういうふうに言いたいわけ。だから種目ね、転換でもいいですよ。転換でもこうやってあちらどうぞやって、転換で足をこうやって引いてきてもいいんだけど、基本は種目だから、こういう種目の足、こういうね、それは自然的にできるんだけど、何しろここ、そして足がこう、同じへその前、そしてこういうふうに入ってる、そういう話ね。あとはそう、もう一つ、じゃあこの手やこの足や、だからこういうふうに入ったんだけど、でこのまんまね、この手やでしょ、このままこういうふうに入ってくるの、こう。あ、やばいって、こういうふうになってるの。こう、彼こういうふうになってるよね、こういうふうに。でもこれを押していかないで、このままこっちからこうに入ると、彼は行き場がなくなって倒れた。そしたらこうに出してくる。そうすると一挙の形になるから、表。それからもう一個、こうに入ってる、こうに入ってる。その場合はこうに入ってきて、こうに、この手見てね、この手このまま入ってくると来ちゃうの。だからこの手を止めると、おっと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 って、こう止めたいわけ。この手を止める、あーっとやばいよ。それから入る、こうやって。そうすると倒れてくる。この2つね。こういうふうに入るのと、こういうふうに入るのと、2つある。こう来て、この手止めなくちゃいけないから。まず止めるのが優先だからね。入っていくのは後回し。食らっちゃったら終わり。だから食らわないようにするのが優先。だから食らわないって、もう食らわないんだ。食らわないんだったらこういうふうにやる。入っていくのはこの手止められたから入っていってる。こういうふうにほら見てるから。だからこうほらね、そう、それでこういうふうに。そういう話ね。だからその優先順位間違えないように、じゃあ一挙の形で最後にこういうふうに持たして、まっすぐね、まっすぐ。最近は自立するしかやってないの。競争しないで自立しか考えてないの。自立するの全然こういうとこ関係ないの。こう自立してんの、自分の自立だけ考えてるの。ね、それじゃあやりましょう。どうぞ。